はい、山寺です。今ですね、大阪駅前の第2ビルに来てます。地下1階かな、これ地下1階と思うんですけどね、マハラジャ、マハラジャいうちょっとね、なんかインド料理のね、すごい良さそうな店を発見したんですよ。なんとこれ見てください、これ生ビール99円、ハイボール99円、チューハイ99円、ワイン99円、お通し席料一切なし、料理はね全品350円ときたら、これ入らんとあかんでしょ普通に。ということで入りたいと思います。では今から入りたいと思います。マハラジャさんです。今ねマハラジャに来てるんですけどもね、ここはなんか雰囲気いいですわ。お店も広めでね、全部テーブル席やね、もうゆったりこう飲み食べができそうですわ。これね、なんかちょっとこうインドっていう雰囲気はないんやけど、まあなんか普通の居酒屋みたいな提灯がね、提灯があってね、健保さんもちょっとね、いろいろこうで、まあオープンから閉店まで生ビール、ハイボール、チューハイ、ワインがね全品99円ですわ。安いな、これ一品が99円じゃなくてね。そうなんですよ、ここはちょっとびっくりしますね。でまたね、一部のあてがなんか350円のメニューがあって、まあ、そればっかり頼んだんですけど、ミニカレー、ミニなんちゅうのもあるんですよね。ミニカレーなんかもあったりとかして、ね、まあね、なんかいろいろあるんで、まあまあ、カレーまで私は食べられへんのに食べませんけどもね、うん、まあ、すごいと思います。とりあえずハイボール頼んでますんで、99円、どんなハイボールが来るんでしょうかね、すごい楽しみです。まずはですね、99円ハイボールをいただきたいと思います。ちょっとね、薄めに見えるけど、まあ、量は結構あるわ、量がちょっと薄めやけど、ごくごくいける感じ、ごくごくいけるハイボールというのは、ごくごくできる、そっち系です。そうですね、そんな感じでごくごくいけます。こちらですね、フライひよこ豆、ケンボさんはなんか卵みたいな味がするとおっしゃってますけど、僕ちょっと食べてみますわ。いただきます。おいしいですよ、わかんないです。ちょっとね、スパイスが入ってますね、なんか、はい、ちょっとスパイシーな感じで、なんか食べやすくて美味しいわ、うん、こちらスパイシートリカはですね、全品350円のやつばっかり注文してるんですけども、ちょっといただいてみましょう。サクサクしてね、結構ガツンとスパイスが飛び込んできて、胡椒かな、なんか結構効いてますわ、うん、香辛料の辛さが飛び込んできますわ。なんかこれ大量にね、食べられへんわ、ちょっとずつこう食べながら飲むのがちょうどいいような感じですね、うん、美味しい。どうですか、なかなかスパイシーでしょ。あ、スパイシーですね、うん、結構パンチがあると思いますよ、サクサクしてね、うん、なんかペッパーですよね、スナック感覚ですよね。こちらね、卵マサラっていう料理なんですけども、ちょっとね、わからないです。とりあえず分かってることは、ゆで卵ね、半分ゆで卵の上にトマト、玉ねぎ、きゅうりかながちょっとね、乗ってるんですよ。これどうすんのこれ、もう食べますよ。ちょっと炎上の塊みたいになってもちょっと嫌なんで、ね、一気に見ちゃいますよ。あのね、ちょっとゆで卵ですけど、半熟ではないねんけども、半熟ともうギリギリ固まるとこ、固まったとこかな。で上にちょっとね、やっぱガラムマサラやと思いますけど、ちょっとカレーの、うん、カレーの味がちょっとだけ広がるんですよ、軽くね、軽くで辛くない。でその上に乗ってるその玉ねぎときゅうりとトマトのこの絶妙な食感というか、この、うん、味のバランスが取れてます。チューハイ、これもね99円、レモンとね、
ライムかね、ライムレモン選べるんですよ、はい、レモンにしました、ね、99円、それがすごいよ、99円ですからね、すごい、ちょっといただきましょう。バン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 出すなもんね、うん、こちら卵ブルジっていう料理なんですけどね、まあ、日本で食べるなんか卵とじかなと思ってまうんですけど、これどうなの、香りがいいね、ちょっといただきますよ。あ、これね、卵ブルジっていうのはほんまに普通にね、あのなんかこう卵と玉ねぎとかこういったやつ、ね、混ぜたがぐだぐだっとした、それそれそれ、ほんまにまさにそれ、なんかこれご飯の上にかけて食べたような感じ、でもカレー味とかそんなんせえへん、うん、こちらですね、チキンティッカですよ、チキンティッカ、この中ね、あのここに届いた時点でなんか炭焼きのねいい香りがするんですよ、ちょっといただいてみます、チキンティッカ、いろんなスパイスがね、あの皮の身の周りについてて、で炭焼きで焼いてると思いますわ、なんか鶏のね甘み感じながらなかなかジューシーなんですよ、でもこれ胸肉やと思うんやけどね、胸肉にしては結構ジューシーに仕上がってて、ね、香ばしい香りがしてかなり美味しいです、こういうなんか、こういう料理の中で結構美味しいと思います、僕あんまりインド料理ってあんまり食べないんですけどね、うん、美味しい、香りもいい、普通のなんか焼き鳥食べるよりこっちの方が美味しいかもわからんっていうぐらい、うん、こんな感じですわ、うん、あとスパイシー感があって、でも辛くないですよ見た目より、うん、食べやすくて、まあ、ビールとかやっぱりこういう炭酸系っていうかねの飲み物に合うんじゃないかな、これはチューハイやけどね、合うと思いますわ、うん、美味しい、ほんまに美味しい、うまい、チキンティッカーね、ほんまに美味しい、ケンボさんもね、美味しいって言ってはる、そうなんですよ、食べやすいでしょ、うん、そうなんですよ、多分炭かなんかですよね、焦げの方が美味しいですね、うん、多分炭火になるよね、うん、やっぱりジューシーだしね、うん、うまい、生ビール99円ですよ、この量でちょっといただきます、金麦かもしれませんね、違うかな、うん、これ多分あの発泡酒かなと思います、うん、でも美味しい、美味しい、まあ、99円ですからね、言うても、うん、はい、今ですね、マハラジャさんで食べてきましたよ、3人で食べて3220円ぐらいですよね、安い、ほんまめちゃくちゃ安いわ、ということは ね、 あのね、飲み物が99円なんでね、結構飲みましたよ、結構飲んでね、3000円ちょいです。収まりました、食べたしね、ということですみません、よろしければまだ YouTube チャンネル登録もよろしくお願いいたします、それと、いつもね YouTube 見ていただいている視聴者の方々本当にありがとうございます、感謝いたします。